はい、速稼塾の久保でございます。カルロス・コーンさんのレバノンからの、ね、記者会見を受けて各社メディアで報道されたそういうふうな、ね、放送を私も見てですね、非常に興味深く考えてみたんですけども、今回はですねメディアによる偏向報道、印象操作を3点に絞ってお伝えしようと思いますのでご覧いただければと思います。まず1点目なんですけども、カルロス・コーンさんは逃亡を正当化したっていうふうに言うメディアが多いんですけども、これ逃亡は正当化してないですからね。カルロス・コーンさんは記者会見の中で、私は国を出る方法は良くなかったかもしれないがみたいなことをちゃんと言ってるんで、逃亡正当化してるってことは全くないのに、その印象操作でね、逃亡を正当化してるっていうふうに追い込みたいので逃亡を正当化してる、逃亡を正当化してるっていうふうに森法務大臣まで言ってるわけなんですよ。ここは一つ目の偏向報道、印象操作ですね。で、二つ目なんですけども、カルロス・ゴーンさんの記者会見はなんとね独演会になってるって言いましたけども、当たり前なんですよ。これ独演会って、カルロス・ゴーンさんが自分の意思で自分の好きな人を集めてですね、そして自分の言いたいことを言ってるわけですから独演会に間違いないんですよ。ただ後半はちゃんとメディアからの質問を一件一件ねお答えしてます。それこそね言語に関係なくお答えしてますんで、これをね独演会というのはやっぱり印象操作なのかなっていうふうなところがね拭えないかと思いましたね。で、3点目なんですけども、 SNS では批判が広がっているって書いてるね、そういうメディアもありますけども、確かに批判は広がってます。でも同じぐらいカルロス・ゴーンさんの言う通りだとかね、カルロス・ゴーンさんの主張はもっともだっていうふうな擁護する意見も広がってるんですよ。だからね、批判が広がってるっていうんだったら、そうじゃない意見も広がってるってことを報道するべきなんではないかなと思うんですけど、これだとね批判だけが広がってるっていうふうに感じられちゃうんですよね。次に森法務大臣のことをちょっとおまけで言いますけども、森法務大臣もやっぱりねこの不法に出国しているって言われてますよね。でもそれはその通りなんですよ。不法に出国してます。ちゃんとした手続きは通ってないんで、そこはねカルロス・ゴーンさんも認めてるところでございます。だからこれをね正当化してるって言い方は、森法務大臣も違うんではないかなと思います。そして森法務大臣が言ってることもう一つなんですけども、無罪の証明をしろって言ってるんですよ。この国にとどまって無罪の証明をすればよかったのにって言いますけども、無罪の証明っていうのはねゴーンさんがする、まあ部分もありますけど、無罪の証明っていうのは非常に難しいんですよ。これはね悪魔の証明って言って、やってないことの証明っていうのは非常に難しいんですよ。でもやったことの証明っていうのは、例えば物を取ったら取られたっていう事実をこう突きつければね、やった証明になるわけじゃないですか。人をドーンって殴ったら、殴られた人がコブができたって言ったらね、それは殴られた証明になるわけですよ。でもやってない証明ってどういうふうにするんですかってことは非常に難しいんですよね。だからそういうことを言うのはちょっと間違いかなと思います。で、言うんだったら無罪の証明をしろって言うんじゃなくて、無罪の主張したらどうですかって言い方正しいと思いますけども、森法務大臣は無罪の証明をしろっていうわけなんですよ。で、100歩譲ってね、無罪の主張をしろっていうふうな言葉に変えたとしても、無罪の主張する場をゴーンさんは奪われてきたっていうふうなね、そういう現実があるわけですよ。で、ゴーンさんは自分のメディアで自分の言葉で記者会見しようと思ったら、もう緊急起訴されるわけですからね。緊急逮捕か。で、自分が主張する場は奪われて、で、密室で裁判じゃない、その取り調べを受けて、その取り調べの模様も、検察に有利なところだけリークして、ゴーンさんの主張は全く流さないみたいなことをしてたわけなんで、ゴーンさんは自分の主張をね、聞いてもらえるところに出るために国を出たっていうふうな手段に出たんだと思います。それではね、編集した動画をお送りしますので、そちらの方をご覧ください。よくわかりますよ、これ。よくわかります。逃亡を正当化し、日産の幹部を実名で非難するなど、独演会となったゴーン被告の記者会見。SNS 上でも批判の声が広がっています。昨日ですね、法務大臣も、一般論として、企業内の不祥事はコーポレートガバナンスが機能するのが望ましいというふうにおっしゃられたんですけれども、日本政府のお立場として、刑事告発が一番最初に来たのが、どうだったかというお立場をお伺いしたいんですけれども、政府の法務大臣の発言は全くその通りじゃないでしょうか。じゃあ、大丈夫ですね、分かりやすい。企業内 のコーポレートガバナンスが機能して、するのが望ましい、そういうふうなお立場でいらっしゃる。今法務大臣が言ったことを私はその通りだということを申し上げました。いつの間にか森法務大臣が無罪を証明から無罪を主張に変えてますね。